爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン2第18節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。ヌーノ・ゴメス、モルフェオ、マルコ・ロッシ、キエーザ、ディリービオ、バローニ、タロッツィ、モレッティ、アダニ、フィリカーノ、タリアラ・テーラ、トルド、エディンソン、パリノス、マテラッツィ、ベリオ・ジョギュ、ダルマ、オカム、サネッティ、川上、ビエリ、デコバ。両チームピッチに散りました。さあ、キックオフです。キエーザ。ドリブル。デコバ。ダルマ。これはピンチ。さあ、ここからどう攻める。狙いすぎたようです。ボールを囲んでいく。決まった。ゴール。さあ、もう一度見てみましょう。蹴り込んだ。果敢にスライディング。流れを止めた。シュート。ゴール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 。ダイナミックゴール。得点は3対0。さあ、もう一度見てみましょう。蹴り込んだ。走り込んできた。キエーザ。ゴール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 。
上、体を入れてきます。ガンガンプレスをかけます。必要にチェックをして、これをプッシュ。味方を探してますよ。フォローが遅い。ゴール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 、アンビリバブルゴール。得点は5-1。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。スライディング、前半30分経過。ビエリ、入った、ゴール、ブリリアントゴール、大車輪の活躍、ハットトリック。我々は幸運と実力が結晶する歓喜と刹那を見届けた証人でもあります。マルコロシ、さあここからどう攻める。ディフェンダーもゴール。今のシーンもう一度振り返ってみましょう。ねじ込んだ。レトロシュッゴー、マーベラス、スーパー、ビューティフォーゴー。さあもう一度見てみましょう。レコバ、動き出しは素早いです。主審ファールを取りました。ディリービオ、ボールが宙をさまよう。ナイスファイト。華麗なドリブル。ビエリ、アンビリバボール、ゴール、スーパーゴール、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 ミラクルゴール。今日は絶好調、ハットトリック達成。スタンドは男の挙げたゴールの余韻に浸っています。オカン、デコ、危険なタックル。川上、直接マジックゴー、ゴール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 、すごいスコアになっています。さあもう一度見てみましょう。思い切り曲げてきた。この人は左足に絶対の自信がありますからね。前半戦終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。さあ中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか。そうですね、最終ラインにもっと気を配ってほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。後半開始の笛です。サネッティ、出た
いいボールですよ。攻撃を組み立てます。バルディ、ね、ゴール。さあもう一度見てみましょう。ダルマ、ビエリ、ゴール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 、ダイナミックゴール。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。彼は本当に視野が広いですね。フリーにさせてはいけない。キエーゾ、中へ放り込む。ビエリ、見たか、ゴール。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。プレーでした。アダニ、イエローカード。気をつけてプレーしないといけません。さあどちらのボールになるのか。ビエリ、おっと足がかかった。川上、ビューティフルゴール。ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。思い切り曲げてきた。この人は左足に絶対の自信がありますからね。ベリオゾギュ、ディリービオ、出た。ヌーノ・ゴメス、シュート、コーナーです。これは決めてほしかった。さあチャンス到来。ここから打つのか、シュート、ドッチャンゴールか。ああ力が入らない。マルコロシ、放り込んできた。ここで折り返す。空に向かって飛んでいきます。ビエル、ボールを囲んでいきます。ラッキーボール、ゴール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 、アンビリバブルゴール。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。ベリオゾギュ、
チェックを仕掛けます。シュー入った、ゴール、ブリリアントゴール。スロー VTR でご覧ください。川上大変な試合になってまいりました。さあもう一度見てみましょう。ビエリオフサイドにはならなかった。中へ上げるダルビ、必要なスポットライトから逃れようとするかのごとく華麗なドリブルを披露しています。体を入れてきます。ゴール、マーベラス、スーパー、ビューティフォーゴール。ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。ねじ込んだ、ホイッスルが鳴りました。試合終了です。大量得点による一方的な試合展開でした。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。そうですね、3点目以降集中力が切れてしまったようですね。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さんありがとうございました。ありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。